アリサです。はい、リナです。そして、はい、ゆきです。はい、ほのかです。はい、今日はティアラチャンネルに新しいメンバーが加入しました。ということで、今日はこの2人の自己紹介をしてもらいたいと思います。はい、まず名前からお願いします。はい、私の名前は加藤ゆきです。はい、私の名は岡田ほのかです。はい、はい、お願いします。ゆきちゃん、かほちゃん、あ、かほちゃんじゃない、ほのかちゃんごめんね、新しい、新しい誰、どこ年齢は10歳です。9歳です。小学4年生です。小学3年生です。うわ、最近生まれたばっかりじゃん好きな色、好きな色はなんかミントっぽいような色が好きです。こんなんですいや、ちょっと見えたよ。そう、薄紫と水色が好きです。おお、やっぱ水色とピンク系は人気だね、うんうん、好きな食べ物、好きな食べ物はあのお母さんの料理でスープ系が好きで、そう、いちごが大好き。いちご、お風呂かな、いちご10キロぐらい、毎月毎月好きなうどん、しばり、しばりお願いします。好きなうどん好きなうどん、ごぼ天とか好きです。おお、じゃあね、あ、きつねと、あとは肉うどんとわかめ。あ、わかめ欲張りやな何かあれ、皆さんはもううどんの CM 出てらっしゃるので肉ごぼ天ですよね、やっぱり身長ください身長何センチ。141センチです。146センチです。もっと高くない3センチ4センチ最後ぐらい、多分平均プラス10センチぐらい高い気がする、確か。本当最初3年生と、そう、出会った時ね、多分4年生か5年生かなと思ったら、3年生って言ったっけへぇーってなった記憶がある。クラスでも高い方が身長だよね、一番後ろ多分、多分、あ、そっか、まだ。よく食べる、よく遊ぶ、遊ぶ、あ、じゃあ伸びるね。よく遊んで、まあちょっぴり食べて、よく勉強する、ちょっぴり、あ、それはダメだな将来の夢は、将来の夢はモデルさんになりたいです。私はゆきちゃんと一緒でモデルさんになりたいです。うん、いいと思ういいと思う目標としているモデルさん、メアリーちゃんね。ああ、すごい、あ、すいません、同じ九州ね。はい、ということで質問コーナーはここまでにしたいと思います。続きはパチリでするので、みんなチェックしてみてね。せーの、バイバーイ。シャレトンシャ、シャレトンシャ、街も人もシャレトンシャ。